砕け散れ。そうか、やっとわかったぞ。じいちゃんを踏み潰して殺したのは武道会場に現れている会場をぶっ壊した化け物っちゅうのもこのオラだったんか。みのじいちゃん、こいつとんでもねえやつでさ、たぶんオラの木を全部使い果たさねえと勝ち目なさそうだ。死んじゃって、うん、また行ったらさ謝りに行くよ。玉を出すために精神集中する暇もねえ。たった10秒だけでいいんだ。集中する時間が欲しい。